して伊豆といえば伊東、伊東といえば温泉だけではない。ここ伊東で究極の地物を出す寿司屋を発見した。究極の地物、それは寿司屋の主人自ら魚を釣るのであった。漁師の子供ですからね、魚を見てもね、市場行ってみてもなんか あそこでこの釣った魚だなとかね、市場の番台じゃなくて海をすぐ思い出しちゃうんですね。で魚はもう買うものっていうのは海で取ってくるものだっていう意識が強いんですよね。土屋さんにとってまさに魚は自分で取るもの。そこまで魚のことを分かっている人が握る寿司ならさぞかしうまかろうと想像している方、あなたはお目が高い。まさに知って得する伊東の鈴丸。天井を船底型にしたのも土屋さんのこだわり。職人と相対して味わう寿司には雰囲気も重要だという思いの表れなのである。究極の地物を出す店といってもこの卵も絶品。エビのすり身をつなぎにとろけるようなうまさ、まさに江戸前の技の集大成を見るような一品である。このキメの細かさ、触れてみたい。そしてこれが地物をふんだんに使った特上1人前。もちろんご主人が釣った地物も入っているが、ウニは釣ってきたわけではない、あしからず。寿司っていうのは、まあ、小肌、アナゴ、卵、まあ、それは優れた調理方法でね、いい味を表現できると思うんです。だけど魚そのものっていうものはやっぱり鮮度とか食べるタイミングとか旬とかね、そういうものはありますね。やっぱりそれをね、いたずらしたら美味しくないんです。もう明らかにもう魚っていうのは素直な美味しい時には美味しいんです。やっぱりそういうタイミングを見て料理するっていうのは寿司の本当の深いところじゃないかと思うんですね。それはいろいろ並べ方とかね、握り方とか、ノンアゲ言ったらキリないですよ。でも本当にお客さんにね、やっぱり一番説得力があるのはね、いい素材を、旬のものを、最高のタイミングで食べさせるっていうのがやっぱり寿司の最も一番大事な部分じゃないかと思うんですよ、私は。まさに伊東へ行くなら鈴丸である。